次にこのリボンの部分を作っていきたいと思います。これもさっきのプリーツを作るのと同じ要領で、このマスキングテープとマスキングテープを貼り合わせていきます。こんな感じで貼り合わせていきます。この時に使いたいリボンの長さを2本分を出すので、結構長めに作りたいなって人は頑張って長めに作っちゃってください。こういう感じで足を作っていきます。でさっきのこの裏面の部分にのりでペタッと貼っていきます。次にこのさっきつけたリボンの部分をちょっと隠したいので、このフロントで使ったのと同じ要領でこういう型紙を用意します。これもちょっと大きめに丸に切っていきます。で、ここに貼っちゃいます。ヘアゴムを落としてあげると紙にも使える。